だし、なんか人が好きなものを撮るのとかも好きっていうか、言い方は変なんですけど、もともと友達の彼氏でそれを自分が撮ったみたいな感じで付き合って、別れる時はまた誰かに乗り換えられて振られたんですよ。最初は勝ったと思ってたのに負けて、プライド的にもスタってなって、今まで振られたこともなかったし好かれるタイプだったのに人に負けたしと思って、いや負けず嫌いなところはすごい自信あるんで、誰かと比べられることがすごい好きなんですよ。 でも絶対女の子って誰かと比べられる方が良くないですか？なんか勝ったわと思ったらは好きってなっちゃう。お前が一番やでって言われるのすごい、あ、そう？ってなる